さあ、こんばんみ、孔明でございます。皆様聞こえますでしょうか。今日、うちからだよね。そうだよね。はい。やだ、誰も見てない？寂しい。寒しい。どんな感じなのかしら。ちょっと待ってた方がいいのかしら。あ、見てくれてる。ありがとうございます。よいしょ。さあ、皆様お元気でしょうか。ちょっと待ってくださいね。今セッティングをします。よいしょ。今これは iPad がつながってるのね。OK。こんばんみこめでございます。皆様今日、ご機嫌いかがでしょうか。オランダはちょっと待ってね。なんかうまく接続できてねえな。こんばんみ、よろしくお願いします。今日ね、ちょっと難しいことをやります。ちょっとね、ヨガ哲学っぽいことが入るかもしれませんが、なんかあんまりね、あたいヨガ哲学のことをお話しないので、ちょっと、お楽しみにじゃないけどね、していただけるといいかなと思います。ゆきのさん、あら、ゆきのさん、お久しぶり。というか、はじめまして。Facebook ライブでは初めましてかしら。よね、よね、そうよね。ゆこさま、みおこさま、ゆみこさま、みかこさま、よろしくお願いします。あら、あ、さのも来ていただいてありがとうございます。えりこさま、こんばんみ。りなさま、こんばんみ。あ、来た。風呂から。風呂はまだなの。今日は、ひろこさん、風呂じゃないのね。ひらひらさん、こんばんみ。かおりさん、こんばんみ。今日は、何するか知ってる？今日はね、ちょっとね、サクサクっと、なんか、いっちゃおうかなと思うんですが。昨日何があったか覚えてる？ちょっと昨日の復習からしましょうか。ちょこちょこっと昨日の復習。昨日何したんでしたっけ？昨日は何をやったかというと、あたいがほぼほぼ覚えてねえっていうか、何やったんだっけ、昨日。全然覚えてねえんだけど。もう本当人間ってすごいよね。もうなんか、やったことは即忘れるっていう。昨日何やったんだっけ。そう、バンダだ、バンダ。バンダ。バンダって本当にあるの。あるに決まってんじゃんって話。そう。でね、バンダは体を守ることなので、今度、結構 Facebook グループとか、世界の増田、値、こう見えても理学療法士なので、世界にはね、日本人として理学療法士で活躍している人間が結構いるのよ。例えば、タイに増田っていうね、イケメン理学療法士がいて、その子は、サッカーに特化したりとか、サッカーのなんか、あそこら辺の、なんていうの、アジアのちっちゃな、国々のワールドカップなのかわかんないけど、なんか結構世界大会の帯同の PT さんだったりするのね。あとは、シンガポールには、イケメン堀田。で、カナダには、イケメンカズ。で、オランダには変態孔明。みたいな。で、ニューヨークにもね、高田様っていうね。あとね、エミっていうすごい爆笑女がいるのよ。最近なんかチャットしたんだけど、あたいがインスタでね、ニューヨークエミなんとか、上の名前覚えてねえわ。で、あげて、超真面目なの。超真面目な、あれあげてるから。で、俺もなんか、ストーリーズっていうのよくわかんないんだけど、なんかシェアしてるからさ、ちょっと見てみて。ニューヨークファンクフィジオっていうね、カリスマが集まるような。そう、ニューヨークのフィジカルセラピーって結構日本よりも、ドクターと同じぐらいの地位でこう理学をやってるのね、アメリカは。オーストラリアもそうなんだけど、オーストラリアね、なんだっけ、ジュンだっけな。ジュンだと思う。違う、リョウだ。全然違った。リョウ、ちっちゃな字が入るなと思ったね。リョウっていうのがいて、そいつも努力家なんだよね。で、カナダには、あとね、ボーン・ヨーコっていうね、なんかもう骨大好き、結構、いえいえ、嘘嘘、たまたま名字がボーンっていうだけなんだけど、そう、がいてね、結構なんかみんなでこう、いろいろ、なんかやりたいね、なんかこう、いいものをもっと発信していきたい。日本ってあまり理学ってそんなにメジャーじゃないじゃない。でもね、やっぱりこう、値的にはさ、運動を学ぶなら理学が最強と思ってんのよ。本当になんかもう、ヨガの先生に、理学療法の資格取ってからヨガやれみたいに言いたくなるぐらい、なんか、
ぐらいなんか値を持ってるんだけど、まあでもそれ金も時間もかかるし、脳みそも必要だから、だからなんかこう、運動療法必要なねものだけをなんとか教え、皆さんに伝えたいと思ってるんだけど、そうそうそう。で、何の話だっけ？バンダだ、バンダ、バンダ、バンダって絶対的にあるんだよ。で、もう怪我をさせないために絶対的に必要な知識なのね。そう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 。なんか今後もそういう人たちとね、なんかこうコラボしながら、ちょっと皆さんに有益な情報をお伝えしたいなと思っております。おい、みちこさん、こんばんみ、みわさん。で、みわさんってさ、もう見て、ほんとクソ見てるだけみたいな感じなの？なんかさ、なんかちょっとメッセージちょうだいよ。久々すぎて、超話したいんだけど。どいえみさん。えみさんでいいのかな？よろしくお願いします。ゆきさん、よろしくお願いします。みちこさん、こんばんみ。いくみさん、こんばんみ。よろしくお願いします。そう、パンダじゃねえわ。バンダだわ。バンダ。ちょっとさ、もうなんかユミコがふざけてんのよ、最近。もうなんかユミコのコメントにはさ、なんかウケるとかさ、なんかもうそういうなんかいいねとか超いいね全部ウケるとかしかなんか値打てなくてさ。いいんだけど、なんかね、俺的には楽しくて。あら、駒田、駒田、駒田、なんて読むんだろう、ユフコさん、ユフコなんて、ユフインじゃねえんだから、ユフコなんて読むね。なんて読むんだろう。ごめんね、あたい、ほんと漢字がわかんないのよね。あら、信右衛門、こんばんみ、よろしくお願いします。そう、昨日はね、バンダ、本当にあるんですか？あるに決まってんだろう、みたいな。知らねえから怪我するし、怪我させんだよ、みたいなね、そういうお話でしたよね。でね、今日のお題何だったか覚えてる？っていうか、意味分かった、あれ。意味分かった、今日のお題。今日のお題。意味分かった人は1番、意味分かんないっていう人は2番。っていうか、そもそも見てねえしっていう方は3番送ってください。あ、ゆうこさんって言うんだ。そっか、ゆふいん、ゆふいん、ゆう、そっかそっか、ゆふいんのゆふは多分違うよね、きっと。ゆうこさんね、失礼いたしました。向こう目バカなんです。ごめんなさい。ほんとごめんなさい。でもね、字面を覚えてる。なんか珍しいなと思ってたので。そう、ひどくない？字面を覚えてるとか。そうそう、そういう覚え方しかできないのよ。やだ。見てないの、ひろこ。あんたもう水没してしまえ、本当に。もうなんか携帯、お風呂に入って一緒に水没してしまえ。ドリームキャッチャー。そう、今日ね、ドリームキャッチャー。かおり、出た。かおりも見てないのね。本気で、了解。あ、ちょっとね、最初に言わせて。今度、11月25日、27日、29日、水、金、日かな？で、無料のワークショップをやろうと思います。でね、もうグループチャット立ててあるから、なんか参加した人は、なんか、あたいの、コミュ語クリニックから、ぜひぜひ参加してください。で、その時にね、結構、そのなんかクローズでやりたいのは、なんでかっていうと、みんなが思ってることをちゃんとこう、発信してほしい、自分の意見を出してほしいので、やっぱりオープンにしちゃうと、そこになんかこう、言うことがちょっと怖いっていう人も中に出てくると思うから、で、クローズにしたいからこそ、皆さんにね、メールアドレスとか、こういうことしないでくださいね、みたいな同意をお願いしてるんです。で、その中にはね、それをぶっちぎって、なんか参加したいですだけ送ってくるブスがいんのよ。ちょっとそういう人にはご丁寧に、あ、回答お願いしますって返そうかなと思ってるんだけど、なので、あ、値、なんかチェックしてないと思った方は、ちょっと、もう一回自分であれしてください。そうじゃないとね、ちょっとね、身元保証とは言わないけど、やっぱりなんかこう、開催側としてはみんなのことを守ってみんなのエネルギーをフォワードさせたいから、なんか、みたいな感じで入ってこられちゃうと、ちょっと守るものが守れないから、だからなんか回答いただけない人は、もしかしたら、値が押し忘れしてる、ずっと押してる可能性もあるので、よろしくお願いします。はい。もうゲイって意外と愛情が深いから、そう、そういうね、なんか守ろうと思うものは本当に守るのよ。そう。でも、いらないと思ったものはいらないみたいに捨てちゃうことがあるから、気をつけて、気をつけて、気をつけて、お願いします。お願いします。はい。ブスでごめん。やだ、ブスでメンゴですって、ウケる。あんた、いつの時代？ほんと、メンゴですって、ウケる。私も時代が一緒みたいな。やだ、昭和よね。やっぱり昭和天皇長かったからね。ほんと、いろいろありました、昭和。ほんとに。ね、ほんとに、いろいろありました。あ、ちなみにね、エネルギーが変わるって知ってる？風の時代が来るのよ。なんか土の時代から。そう、第二次世界大戦、なんだっけな、何の時にね、第二次世界大戦の特徴がね、何の時だったっけな、なんかね、
ちょっと一世代前の時代のエネルギーなんで、あ、ちなみに私さ、おとといぐらいの満月、新月、カニ座って言ったんだけど、サソリ座って読みました。サソリ座の漢字をカニ座って読んでたわ。そう、サソリ座だから、そう、お気をつけください。なんだっけ、光明菩薩様に、Facebook で、今回の2週間で、ね、結構激動の2週間で気をつけて、今まではね、ずっと同じ星座と同じ惑星がエネルギーをずっと司ってたんだけど、だけど今回の2週間も本当ガタガタなのよ。しかも風の要素がすっごいゼロの日とかあるんだよ、風のゼロ。わかる？だから本当にもうなんかしがみついてでも、そのエネルギーにこうガツガツいくしかないみたいな。だからちょっとね、ガラッとエネルギーが変わったので、体調崩すとか、メンタル崩す方もね、ちょっといるかもしれないので、お気をつけください。はい、よろしくお願いします。そうそう。あ、で、なんか、大きくエネルギーが変わるのは、多分12月22日って俺聞いてたんだけどな、豊子様から19日みたいなことをちょっと、言われたので。はい。あら、グルミだ。グルミだ、ミケ。フハルヘメル。嬉しい。義理のお姉さんがね、見てくれてます。嬉しいです。ありがとうございます。でもね、全然日本語わかんないから、箱目バカだなっていう、大丈夫かな？なんか縁切られないかな？怖い怖い。でね、話を本題に戻します。夢のつかみ方っていうね、いうのが今日のテーマなんだけど、今日のテーマを発表します。ドゥ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 ンドゥのバファフ、デイ13。あたしだよ。しじゃなくて、あたし。の夢の叶え方、パート1でございます。明日パート2。でね、ドリームキャッチャー編です。ドリームキャッチャー、ヨガ的天使の活用術。なんかさ、あたいたちってよくさ、天使と悪魔がいて、あ、こうした方がいいんじゃないの、いや、やった方がいいんじゃないの、それよ、でも、ま、怖いよ、怖いよとかって、なんか天使と悪魔がずっといるじゃん。あたいたちのなんか心の中というか、頭の中というか、あたいたちの中に。それをどういうふうにうまく彼ら、彼女たちの声を聞いてあげて、ヨガ的にエネルギーをフォワードさせるか。要はなんかこう、ドリームキャッチャーってさ、ドリームをなんかこう、掴むやつでしょ？で、ドリームなんて勝手になんか蜘蛛の巣みたいに引っかかってくるわけじゃないのよ。自分がさ、なんかいろいろなんか走り回って歩き回ってさ、歩き回った結果そこのなんかドリームキャッチャーに引っかかるわけでさ、ってことは行動することが大切なのよ。でも行動するって怖いじゃん。うん。だからね、行動するなんか怖さとかがやっぱり悪魔が潜んでるかなと思うわけ。でも行動することによってなんか見えるものもあるじゃん。それはね、天使が引っ張ってきてくると思うの。じゃあそれをね、ヨガ的にどんな風に、見るといいのかなっていうのでね、昨日さ、夜中かなになんか聞いたわけよ。あんたのドリームキャッチャーと、ドリームキラーを教えてみたいな。そう、そしたらもうなんかくっそ長いのがみんな送ってきてくれるわけよ。ほんとありがてえ。中にはさ、ドリームキャッチャーの意味がわかりませんけど、ちょっと真面目にやってもらえますみたいなさ、そういうお叱りも受けたんだけど、まあそれをもうさらっとなんか流しちゃったんだけどね。流しちゃったんだけどごめんなさいね。はい。いや、ちゃんと回答しましたよ、本当にもう。はい。でね、みんなついてこれてる？大丈夫？ついてこれてる？ついてこれてる？帯状疱疹が全然出てこないけど、ついてこれてる？宿題提出するのが怖いです。何言ってんの？出せや。出せや。宿題なんて出すもんなんで。あ、そっかそっか、その今日のね、でも今日はドリームキャッチャー編だから、そう、それはドリームキラーの話だよね。そう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 、じゃあさ、まあまあいいや、ドリームキャッチャーでドリームキラーでもいいわ、いいわ、いいわ。でね、じゃあね、ちょっとね、まずね、そのお答えしますって言った以上、答えていきたいわけよ。ちなみにね、ちなみに、ヨガスートラっていう、なんか、ヨガの経典があるのよ。なんか、ヨガは聖典とかって言わないの。バイブルとかさ、聖書とかは聖典っていうじゃない。なんか、何なんだろう、もう聖書みたいな。で、ヨガは経典っていうのは、なんか教えを、書いた本がいくつかあって、だから聖典っていうのは多分ヨガないんじゃないかな。で、なんかヨガは経典みたいなのがいくつかあって、その中の一つに、ヨガ哲学をね、結構なんか語ってるヨガスープラっていうのがあるんだけど、あたいは結構それを好きなんだけど、ね、あたい超早口だけど大丈夫？みんな、いけてる？聞こえてる？大丈夫？たまにさ、何言ってるか分かんないことない？どう？大丈夫？ついてこれてる？ね、ついてこれてるなら、なんか帯状疱疹バーッと押してみて。あ、帯状疱疹のなんかバーってなんかいいねマークとか連打すると、プチ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 なんか出てくるんだよ。そうそう、それがね、すっごい気持ち悪くて。ちょっとみんなバーッと押してみて、押してみて。みんなに帯状疱疹を見せたい。見える？これ。しかもさ、帯状にさ、バーってなんか流れてくじゃん。そう。なんかこれが帯状疱疹っぽいなと思って。昔さ、一回かな、帯状疱疹出てこなかったんだけど、それがさ、L4 のライン、胸椎のさ、L じゃないや、TH4 のライン、胸椎に4番のライ
ライン出たの、それ、胸椎の4番で乳首のラインだよ。なんか乳首は痛気持ちいいな、みたいな、痛がゆい気持ちいいな、みたいな思ってて、なんか、それで、お、やだ、こんなところになんか蚊に刺されたのかしら、みたいな感じでさ、ちょっと上がって、なんか楽しんだんだけどさ、いや、これちょっとヒリヒリし始めたから、帯状疱疹だなと思うんだけどさ、帯状疱疹でも結構速攻さ、いや、本当に本当に気持ち悪いから、わかる、こんな、プチプチプチって出るの。あたいはこれを帯状疱疹と呼んでます。はい。みんなね、帯状疱疹は出たら体の悲鳴だから気をつけましょうね。で、行くわよ、行くわよ。大丈夫です。ついていきます。ありがとうございます。でね、聞き取ります。ありがとうございます。滑舌よく滑舌。で、ヨガスートラっていうのがあるわけよ。ヨガの哲学書なんだけど、そこにね、何か書かれてるわけよ。ちなみにヨガスートラって4部作っていうの、1章、2章、3章、4章に分かれて、196節かなんかあるのかな。なんか俳句、百人一首みたいな感じで、それが195か6かあんのよ。だからさ、そこまでさ、なんかこう、なんか、なんていうの、覚えきってないから、195だ、195節あってさ、で、195のなんかこう、なんていうの、短編じゃねえな、なんか短歌みたいなのがあるわけよ。そこになんかいろいろ書かれてんだけどさ、そのね、今日紹介したいのは、その一章をざっくりまとめていいわよ。そこがね、悪魔と天使の使い分けみたいなところなんだけど、何が言いたいかっていうと、要は、お前の心次第だよ、みたいな。お前の心が天使を生むし、お前の心が悪魔を生むんだよ、っていうことを言ってるわけよ。そう。でね、その天使と悪魔の境は何よって話。ね、ここまで分かった？お前の心が全ての天使と、お前の心が全ての悪魔を生んでんだよっていう、ここまで OK？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  ね、OK な人はさ、あれして、心と悪魔、答え言っちゃった。天使と悪魔を生む場所はどこ？天使と悪魔を生む場所はどこ？ちょっとチャットで答え、帯状疱疹からさ、チャットで答えてみて。帯状疱疹を押せって言いながらね、今度はね、チャットで答えて。天使と悪魔を生む場所はどこ？天使と悪魔を生む場所。そう。でね、それが大問題なわけなのよ。で、その天使と悪魔を生む場所で、その天使と悪魔、ね、みんな答えて、もうなんか帯状疱疹からさ。で、そのね、天使と悪魔を生む場所が、まあ、回答からいっちゃうと心なんだけど、そう、ゆきこさん、心正解。心なんだけどさ、その心のなんか表面、入り口にいる、なんかこう、分かりやすい感じ、なんか幼稚な心って言ったのかな、なんか成長してない心、わがままな心に結構悪魔のささやきが多いかな。で、なんかもう、シニア、なんか次はもう天国行くだけですみたいな、成熟してくると、天使の声が聞きやすくなるんだよね。そう。でね、その、なんで、その悪魔と天使が出てくるか、どうしてその悪魔と天使の違いが出てくるか、だって心が幼いとさ、悪魔のささやきで、心が成熟してると天使のささやきになってくるからさ、じゃあ、どうしてそれが成長をどんどんしてってもいつでも出てくるんだろうっていうことが今回のお話なのよ。でね、それを、ヨガをしながら、あ、自分って今この悩みについては心の成熟なのか、心が幼稚なのかなって、それをね、ちょっとね、ヨガしながら、呼吸しながら聞いてほしい。っていうのが実はこの2日間の回答です。回答です。オッキーっていうのは、オッキーって言おうと思ったんだけど、なんかオッキーになっちゃった。はい。オッケー、ここまでオッケー。ね、難しい？大丈夫？なるべくね、めっちゃ簡単になんかこうお話ししてるつもりなんだけどさ、もうそもそも、ね、え、何コメ言ってることがわかんねえとかだったらさ、マジ、ちょっともうちょっと、もうちょっと噛み砕くから。ほんと、噛み砕くと、おめえの心次第だよみたいなところなんだけど。あ、大丈夫そうね。OK、大丈夫。ね、とかさ、すごい帯状疱疹出てくるさ、これどう考えても一人一人がバーって打ってるだけな気がするんだけど、みんな大丈夫なの？ 32 人向いてるけどさ。ちょっとタイムがラグがあるから、あれしましょうね。ちょっと待ってるわ。でね、悪魔のささやきってどういうことかっていうと、ちょっとね、なんかバーってメモれる人はメモってみて、チャットにね、バーってメモれる人はメモってみて、まず9個ぐらいあるんだけど、病的な心と体の乱れ、心身の乱れが1つ、病的ななんか固執、しがみつきが2つ目。で、3つ目が、なんか迷い。4つ目が、勘違いとか、不注意とか。で、5つ目が、怠け。
で、6つ目が甘やかし。7つ目が妄想。まあ、私妄想好きなんだけどさ。8つ目が忍耐力のなさ。もうちょっと我慢しろよ、みたいな。で、9つ目が、完璧主義とか、かな。このね、大体9個ぐらいの中に悪魔のささやきが出てくるんだよね。ね、早かった。早かった。もう一回言おうか。もう一回言おうか。悪魔のささやきは、大体、心と体が乱れてると、やっぱり自分がこう、いいスピードで走れないじゃん。歩けないじゃん。生活できないじゃん。だからね、それもやっぱりこう、迷い、悪魔の出現になってくんだよね。そう。例えばなんか子供ってさ、暴飲暴食したくなるじゃん。ご飯食べたくないけど、お菓子食べたいみたいな、アホかみたいな感じじゃん。大人になるとさ、タイム実装はさ、ポテトチップス昨日食べたんだけど、もうなんか胃がもたれまくってさ、でも食べたくなるのよ、たまに。もうね、胃がもたれることを、前提にも食べてるんだけど、そのお腹の中にうんこが溜まってる感がもうほんと気持ち悪くてさ、ほんと嫌になっちゃう。じゃもう一回ね、もう一回。一つ目は、心体の乱れでしょ？で、二つ目は、なんかもう、執着？執着っていうの、固執？しがみつきって言ったらいいのかしら。で、三番目が迷い？で、四番目が勘違いとか、不注意とか。で、五番目が、怠け。六番目が甘やかし。七番目が妄想。8番目が、我慢できない。9番目がもう完璧主義でいたみたいな、失敗が怖いみたいなところなんだけど、そう。でね、これってなんで起こると思う？あ、これね、悪魔の話よ。今、悪魔の話。今日ね、なんか、ドリームキャッチャー、天使編って言ったけど、悪魔の話。そう。これが起こる理由が、みんなが夢を叶えられない理由。夢なんて基本的に歩いてこないからね。自分がどっかなんか走ってたり、なんかこっちの方行ってみたいなと思って、歩いていくと初めて出会うもんだから。ないし、初めて叶うもんだから。なんかラッキーみたいな感じで。なんかさ、いつも同じ道行ってるじゃん。で、違う道行くとさ、あ、なんかこんなところにこんな可愛いカフェあったんだとかさ、超近くなのにこんなお店知らないみたいな。こんな安いの？しかもいつも行ってるなんかあそこのコーヒー屋さんよりも、クオリティこ同じぐらいでこっちの方が安いとかさ、なんかあんじゃん。じゃそういうのがね、自分がなんか行ってみようと思うことで出会うんだよね。それがね、天使のささやきなんだよね、ヨガ的に言うと。でね、じゃあ、ヨガ的な、天使のささやきって何かっていうと、その、やってみようかな、やっちゃってみようかなっていう向こう側にあるんだよね。それはワクワク感なんだよね。あ、これやったら面白いかも。でもこれ失敗するかもよ、みたいなさ、そのせめぎ合いじゃん。そのワクワク感が、に引っ張られる。ワクワク感に引っ張られていくことが天使のささやきかなと思うの。ただね、そのワクワク感がただワクワクして、その悪魔のささやきっていうのもすごい大切なのよ。でも悪魔のささやきばっかりに耳を傾けてもダメ。天使のささやきにばっかり耳を傾けても、それはまた違うと思うんだよね。で、何が言いたいかっていうと、ヨガ哲学でね、あたいが考えてるヨガ哲学、あたいが感じてる？まだね、まだ18歳だからすっごいなんか、まだ人生、本当になんか第二成長期みたいな感じなんだけどさ、思春期みたいな、思春期はもう過ぎたな。なんだろう、そのなんか、菩薩に向かって第二成長期みたいな、人間と菩薩の狭間で揺れ動いてますみたいな感じなんだけどさ、その時に、なんて言ったらいいのかな、なんて言ったらいいのかな。あるがままからそのままにどう変わるか。ちなみにあるがままっていくつかの漢字に書けると思うんだけど、ものがありますみたいなこのあるね。ものがありますみたいなこのある。何？ない、あるのあるがまず第一段階。もうそれはね、クソガキでしょ。もうガキ。もう本当になんか、あ、お菓子食べたい、うまい棒食べたい、みたいな。買ってくれないなら、これ泣き叫ぶ、勝手に泣いてるよ、みたいな。買わねえよ、みたいな。言ってんだろ、みたいな。てめえの言語に悪いんだよ、みたいなさ。まあ、言ってることもわかるけど、無理無理、私は買えない、みたいな。あんじゃん。そういうなんかもう、トンチンカンのわがまま。まあ、子供のわがままってね、自分の中で事情確認みたいなところがあるから、そう、話は戻して、あるがまま。その子供みたいなわがまま。のあるがままっていうのはやっぱり悪魔のささやきが強いんだよね。天使に耳を傾けないから失敗する傾向が多い。で、その次にある。存在のさ、存在の在もあるって読むじゃん。そうだよね。そうだよね。
そうなってくると、それがね、あるがままの、いわゆるその、ないあるのはわがままっていうようなことかなと思うんだけど、それが今度、存在の在になって、あるがままっていうふうに書くと、あるがままって、もういわゆるあるがままって読むかなと思うの。で、その後、領域の域？領域の域って合ってる？ねえ、合ってる。合ってんのかしら？あたりさん、なんかさ、結構言ってること適当なのよ。ちょっと調べてみます。領域。あ、そう、領域の域のさ、土辺がないやつもあるっていうものね。で、その、なんかこう、ここにありますっていう、ただ物体としてあるのと、存在としてあるっていうの、その後に、その存在としてある空間の領域があるっていう。そこまで目を向けられると、ちょっと初老になってきたかなって感じ。そうなると、ちょっとなんか成熟し始めてる。なんか人間で言うと、もうなんか、ありますみたいな、ここにありますみたいな、っていうのは、もう本当、小学校、中学校で、あ、ここに存在してますっていうのが、まあまあ、高校、大学ぐらい。で、その後、そのなんかそういう領域があるよね。ここに存在してるっていう、存在してる空間があるよねっていうのが、成人。いわゆるなんか40、30代、40代。20代後半から。で、プラス、ぐらいかね、までかな。リタイアする、65歳ぐらいまで。で、65歳以上になった時に、今度、あるがまま、実はなんか平安時代だと思うんだけど、なんかどっかの古典書に、あるがまま、離れる。っていう字。離婚の離とかさ、離縁の離とかさ、なんか響き悪いけど、離れる。自分から離れる。その空間からもさらにもう一個距離を置くっていうあるって読む字があるのよ。やだ、ダジャレみたいになってる。ダジャレじゃないわね。そう感じることがもうおばさんっぽいわね。ごめんなさい。そう。で、そうなってくると、その、自分からそもそも離れるよみたいなね。そう。そうなってくると、そこがもう天使になってくるんだよね。そうなると天使の差がすごく多くなってくるから、だからもうなんかさ、なんか悪いことしてる子でもさ、まあいいよいいよ、思うようにやってごらんみたいな、それもどうなんだろうみたいに思うんだけどさ、その領域に入っちゃうとね。そうなると本当の善悪、がどうなのか、もう社会的にどうなのかなとは思うんだけどさ、そう。そこら辺までが天使の捧げなのよ。で、ヨガが求めてるのはその向こうで、もうなんかあるとかないとか関係なくない？そもそもお前自身から離れてしまうよみたいな。そうなると、そのままになるのかなと思って。ほら。あるがまま。がは悪でしょ？がが強いとかさ。で、全部ある、わがまま、ある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 がまま。で、我なしって書くと無我になるのよ。そうなるとそのままになるんだよね。自我ってさ、自分我でしょ？もうそれはさ、イコールさ、自分がそこにありますってことだからさ、もう完全なわがままなんだよ。そう。だからね、ヨガが探してるっていうのは、自分自身の存在から、ちょっともうちょっと主観でもなく、客観でもなく、達観しようよ、俯瞰しようよ、みたいなところから、自分の人生ってどうなんだろうね。じゃあ今、あなたは何をしなきゃいけないんだろうね。子供の時代にあなたは何をしなきゃいけないの？あんた、学生の時何しなきゃいけないの？20代、30代、40代、何しなきゃいけないの？死ぬ前に何しなきゃいけないの？っていう、なんかこう、発達心理学とかぶる部分があるのかなと思ってて。そう。でね、もうちょっと深掘りしていくと、で、これ、値の考えだからね、ヨガスートラはこうやって言ってるかどうかは知らない。いろんなヨガスートラ出てるから、ちょっと自分でも読んでみて。ただ、自分の言葉に変えるっていうのはね、すごくね、値は大切だなと思ってるので、ぜひ皆さんにもやってほしいと思うんだけど、でね、今日のテーマは、値の夢の叶え方、パート1、ドリームキャッチャー、ヨガ的天使の活用術なわけですわ。そう。で、なるとね、その天使をどうやって活用するか、どうやって自分がより客観的にね、見たりとか、俯瞰に近い、達観してね、あ、自分って今こういう状態なんだな、って見たときに、何が言いたいかっていうと、ちなみに天使は基本的にワクワクキラキラしてる感情が強いわけよ。で、悪魔っていうのは、なんか、ちょっと冷や汗みたいな、ヒヤヒヤドキドキ、ドキドキってマイナスのドキドキね、そう、っていうのが強いから、じゃあそうなったときに何を考えるかっていうと、その、キラキラワクワクっていうのはどっから来てるかっていうと、あたいの過去の経験、ちっちゃい頃から今までの、あ、こういうことやって喜んでもらえたとか、こういうことやって自分がハッピーになったみたいなさ、そういう経験と、それが未来、自分のね、この明日とか明後日とか、今もそうだけどさ、次の瞬間にみんながどういうふうに、ちょっとなんか、あたいのなんかこのくだらないさ、のろちんこ、バーのろちんこからさ、なんか持って帰ってもらえるか。
ていうのがやっぱりなんか値の中でのすごく、テーマでもあるからさ、そんな時にさ、どういうふうにみんなにちょっとワクワクできる未来を見てもらえるかなっていう時に、やっぱり今までの経験があって、それがやっぱり未来の種になって、未来から降ってくんだよ。あ、なんかやりたいなと思って、今とその過去かける今が未来のワクワクを引っ張ってくるのわけよ。そう。だけど、そこで、覚えておいてほしいのは、そのワクワク感がでかすぎると、今度それは悪魔を生むんだよ。OK。で、そのワクワク感がちっちゃいと、悪魔は生まないんだけど、おっきな達成感もないんだよ。だけど、何が言いたいかっていうと、どんな未来にワクワクするか。で、おっきいワクワク感はおっきい不安を連れてくるのね。で、その時に考えてほしいのは、あたいが死ぬ時に、どういう景色を見たいかなっていうことをね、死んでる時に、ね、例えばお葬式をさ、こうやって上から見せてもさ、あ、こんな人も、あ、この人来てくれたんだ、嬉しい。え、この人も来てくれたの、本当嬉しい。え、こいつ来たのみたいなさ、何しに来たのみたいなさ、なんか何でもいいんだけど、なんかお葬式の時に、こう上から見てる時に、なんかいろんなこう喜怒哀楽をかきたてるような人生の過ごし方っていうのが、俺はとっても大切なんじゃないかなと思って。喜怒哀楽って、なんだろう。怒るとかさ、悲しいとかそういうのも入ってくるんだけど、それはさ、人生を豊かにするスパイスだと思うんだよね。なんかすっごいさ、甘いすき焼きがあるからこそさ、なんかちょっとしょっぱい牛丼とかが食べたくなるわけじゃん。どっちも牛なわけよ。ごめんね、ビーガンの人ごめんね。あたりビーガン全然なんか賛成派じゃないからさ、賛成派とか反対派じゃないな。ビーガン別に、あたりはなんかもう、ビーガンっぽくなった時にさ、なんかもう栄養失調になりそうで死にかけたからさ、死にかけたっちゅうと大げさけどさ、そう、だからもうやめたんだけどさ、まあそこまでビーガンじゃなかったけどね、そう、絶対肉は必要だからさ、そう、そのなんか喜怒哀楽っていうのは絶対的に必要だから、それをちゃんと楽しめる人生、だけど、喜びに食われない、悲しみに食われない、不安に食われない、それが天使の使い方なんだよね。子供の無邪気さなワクワク感、このね、今ワクワクしてるときに、夢を叶えるときにね、例えばなんだろう、100円拾った超嬉しいとかさ、100円でもさ、稼ぐの大変じゃん。例えばさ、なんか文章とか書いてるとさ、1文字0.5円とかなわけよ。100円稼ぐのにさ、いくら？いくらみたいな200文字か。200文字？ 200 文字か。200文字結構少ないよね。と、ってなるわけよ。でもそれでもさ、内容がないとさ、次の仕事もらえないわけだからさ。そう。でも、何が言いたいかというと、その天使の大きさっていうのもちゃんと考えてあげるっていうのが大切。すごいなんか、どうでもいいワクワクなのか、ちょっと考えてあげなきゃいけないのか。なんて言うんだろう。なんか幼稚園の時の悩みか、中学校の時の悩みか、大学の悩みか、なんかこう、死ぬ前の悩みかみたいな。っていうのをちょっと分けてあげるっていうのがすごく、値的に、ヨガ的には大切なのかなと思うの。でね、すごい、成熟した枠、例えばさ、なんだろう、値とかはさ、今、もうその、ヨガに携わってる人があまりにもバカ？ いや、ちょっと失言かしら、失言かしら。あまりにも知識がなさすぎてさ、マジドン引きなわけよ、こっちとしては。お前さ、資格持ってるけど中身なくね？みたいな。それで本当にいいと思ってんの？みたいな。で、それでお前怪我させたらてめえ責任人生でかき取れよみたいな感じじゃない？こっちとしては。そう。でね、それをやっぱりサポートしよう、したいなっていうのが。で、あたいがなんかこう、物としてなくなったとしてもね、やっぱりなんかそういう、教育機関みたいなのを作っておけば、もう1000年後でも1万後、1万の後、1万年後でもさ、地球があればさ、やっぱりこうなんか価値が残ってるわけじゃん。それが正直なんかそのまま、そのまま、その、そのままになるっていうことにも近いのかなと思って、自分から離れたところ、例えば俺がもうぶなんつうのこのなんつうの細胞がなくなったとしても、値のエネルギーが、情熱がそこに残ってくれてるっていう、なんかやっぱりそういうのってすごい成熟したエネルギーの目標なのかなと思って、だから今の値にもちょっと無理なわけよ。今すぐできますとかじゃ絶対無理だって、そんなに値なんていうの、第二成長が始まる、なんていうの、菩薩としてはちょなんかこう血気がさ生え始めたぐらいだからさ、いろんなところにね、もう舌とかも含めて そうそう、ひげも生えてるけど、これ人間としての二成長が終わってるからさ、菩薩としての二成長が始まったぐらいだからさ、だからなんかそれをどういうふうに、やっぱ超不安なのよ、日々不安なのよ。
そう、旦那に八つ当たりとかもしてるしさ、本当ありがたい。こんな当たりの八つ当たりを受けてもらう彼に乾杯。そう、でね、なわけよ。そうなった時に、やっぱり、でも、天使のワクワクは絶対にある。でも、なんだろう。なんかさ、ゼウスとサタンの戦いみたいなもんだよ。なんかもう、地獄の悪魔と天国の天使がなんか戦ってるみたいなもんなのよ。だからそうなるとさ、やっぱり今の自分は不安もあるし、でもワクワクもあるから、そのなんか、天使の大きさ、まあ、なんかここら辺にさ、なんかもう全裸のさ、なんか、おびっこ丸めのさ、なんかちっちゃい天使じゃなくてさ、もう天使ミカエルみたいな、わかる？なんかこう、グーみたいな、あ、これ羽ね、羽ね、羽の大きさね、そう、みたいなさ、そのワクワクがあればさ、やっぱりその天使に見合う自分の行動力も必要なわけなんだよね。なんかさ、もうなんか全裸のさ、可愛い男の女の子でピヨピヨってやってんだよ、ピヨピヨっていうところにさ、それはさ、やっぱりそんなになんか今すぐできるワクワクだと思うんだよね。例えば、旦那に今日ご飯作ってあげようとかさ、あ、なんか今日素敵なお花見つけたから旦那喜んでくれるかなみたいなさ、それもワクワクじゃん。でも、なんかそのさ、お財布事情とかもあるけどさ、そのなんか今できるすぐワクワクと、自分が、どういうステップでこうやっていかなきゃいけないのかなっていうワクワクをね、ちょっとなんか見分けるっていうのがね、とっても大切だなと思うんです。じゃあね、それをどういうふうにしたらいいのよって話じゃない。ね、みんな回答になってる？回答になってる？回答になってる？ちなみにさ、なんかさ、みんないろいろ書いてくれたじゃん、ここに。書いてくれたじゃん。ちなみにね、これ見える？見える？到達すべき目標。成し遂げるべき結果。やだ、どこ行っちゃった？解決すべき謎、探求すべき神秘、そういうことがないことに興味がない。まさにこれ、超響いたんだけど、これピカソ様の言葉でございます。この間、いつだっけな、パリに行った時に、パリじゃないや、バルセロナ。バルセロナにピカソの博物館があるんだけど、絶対行くべき。超行くべき。なんだっけ、東京の多摩センターっていう地区に、なんか、同じようなピカソっぽい、ガウディとか、ガウディとかの、ピカソじゃない、ガウディかな？ワウディじゃないわよ。ガウディっぽいね。なんかその、建物っていうか、なんか、オブジェみたいなのがいっぱいあるから、ぜひね、興味のある人は行ってみてください。でね、いや、バルセロナ超おすすめ。でね、話は戻って、じゃあどういうふうに自分のその天使のワクワクの大きさを見つけたらいいんですか？みたいなお話なわけよ、今日は。そう、それがね、天使の活用術なわけで。で、みんなさ、ここまでついてこれてる？言ってる意味わかる？大丈夫？もうお休みな感じ？鼻 血みたいな感じ？ね、なんかさ、ね、帯状疱疹なくなってるけど、ちょっと不安だわ。帯状疱疹でさ、ちょっとみんな教えて。なんかハートマークなのか、泣き顔マークなのか、言ってることが全然わかんない、なんかわかんなすぎてウケるなのか、ね、いいねマークなの？その程度なの？あたいが話してることって。何ウケるマークって、ちょっと、ウケるマークってどうなのよ。なんかわかんなすぎてビビるみたいな。てか、孔明バカじゃねえの？みたいな感じ。やだわ、わかんない。みんなの気持ちがわかんない。いや、そう、全然わかってます。ありがとうございます。ほんと毎回見てもこの帯状疱疹を受けるわ。でね、で、なんかさ、みんなさ、送ってくれた人じゃん、実際投稿にさ、質問ですみたいな感じで書いてくれてるじゃん。あれは、あたいが解決すべきっていうよりは、みんながあれをどういうワクワクなのかな？どこの天使ちゃんなのかな？もうほんと全裸天使ちゃんなのか？ないしは、なんかちょっと二性徴始まって、ちょっとなんか局部は恥ずかしいですみたいな天使ちゃんなのか、もうそれこそあたいみたいに全裸でも全然問題ないですけど、みたいな。ちなみに、オランダのフィットネスクラブは基本的に全裸です。普通にジムとか全裸じゃないよ。スイミングプールもなんかエントランスから見えるところだから全裸じゃないんだけど、普通に、バス、なんつうの、なんつうの、ホットバスみたいな、なんていうの、風呂、いわゆる風呂、共同風呂みたいなところとかサウナは男女なんか全裸なの。最初恥ずかしくなるんだけどさ、もう全然今も慣れましたみたいな。そういうわけよ、わけよ、わけよ。でね、何の話よ、これ。あ、そう、どんな全裸天使なのか、もうさ、なんかさ、多分ミカエルとかになるとさ、服着ちゃってんじゃん、あいつら。そう、多分なんかもう剛毛なんだろうね、もうなんか長生きしすぎて。だからもうなんか恥ずかしくないけど、とりあえずなんかその剛毛感を見せるのが恥ずかしいからよく着てますみたいな感じなの。ごめんなさい、本当ミカエル様ごめんなさい、ディスってごめんなさい。でね、葬式のくくり泣きそうになっちゃったの、ごめん、ごめん、泣いてしまえ。本当にね、泣くっていう感情は本当に大切だと思う。なんで悲しいの？悲しいのか、その涙が出るって心揺さぶられるってことじゃん。だから、なんか悲しいにしても嬉しいにしても、あ、こんなに心揺さぶれるんだ、俺。
で、その後のさ、なんかすっきり感っていうさ、なんだろう、心の汗じゃないけどさ、心のなんかこう、えぐみが出るみたいな感じ、なんか心の毒素浄化みたいな感じ。そうそう。だからね、もう全然泣いちゃって、泣いちゃって。そう。でね、なんかティッシュね、ほら、もうティッシュ、はい、ティッシュ。はい、使って。はい、ありがとうございます。でね、ごめんね。で、そう、それがすごい大切なもの。じゃあ、何をしたらいいのかって話だよね。何をしたらその天使ちゃんが、どんな天使ちゃんなのか、天使様なのか、天使さんなのか、天使君なのかを見分けられますかってお話なわけよ。OK？ でね、それを考えるときに、ヨガには、実はヨガスータラの1章の31っていうのが、今まで話したのはヨガスータラの1章から、基本的に29章、ないしは30章ぐらいの前なのよ。1章の30節かぐらいのところをバーってお話ししたんだけど、ね、もうなんか20分ってもう2倍だわみたいな。すみません、もうちょっと終わります。でね、今話すのは、これから話すの何すればいいんですかっていうのは、1章の31節に書いてあるんだけど、心の呼吸を探しましょうね。さらには、頭の心の姿勢をちょっと見てくださいね。心の姿勢ってどういう方向に何をしたいかっていう、なんかこう、心が凛とする感じ。ってことは、頭が何を、どっちの方向に歩いていきたいのっていう、なんか自分が信じる方向はどこですかみたいなことだと思うんだよね。で、まあ、そういうふうに俺は理解してるんだけど、で、あとは心の呼吸、心がこうギューってちっちゃく混ぜるし、なんかバーッともしてない感じ。だから心が基本的にすごく、いい緊張といいリラックスができてる状態。あとは体の呼吸、いわゆる筋肉がいい状態、悪い状態。だから体が動きやすい状態なのか、ないしは体を動かそうとする心の状態、プラス体の動きと心の動きの呼吸がリンクすると、やっぱり思考がスーッと動いていくのよ。で、心も体も思考も動いていくと、夢になってぶち当たるんだよ。ぶち当たるというか、夢からひっついてくる。え、何何お前何なんか面白いことやっちゃってんのみたいなヨガ神さんがいるわけよ。そしたら、あ、じゃあ面白いことこれやってごらんみたいな、たまになんかなんかなんつうの、なんか、ファールみたいなの投げてくんのよ、あいつら。そう。だからそれをちゃんと避けられるかどうかみたいなね。それもなんか自分にこう、なんか、なんか引っ掛けきたみたいな感じでさ。それはそれで面白いんだけど、その引っ掛けにもし引っ掛かっちゃったら、それは、値は何て言うかと、それは失敗と呼んでいます。はい。で、これがなんか堕天使ちゃんなのか、天使ちゃんなのか、あるいはちっこい天使なのに、これが中くらいの天使とかって思ってなんかやっちゃうと、それは後悔になります。OK。失敗は次の種だから、後悔は本当いらないから。そう。それをね、しっかり見分けてほしいね。だから今日やったのは何かっていうと、まあ何を言いたいかというと、体、身体の深呼吸をしっかりしましょう。心理の深呼吸をしっかりしましょう。信念、思考の深呼吸をしっかりしましょう。ね、すべての心っていう感じは違うんだよ。俺が提案したいのは、深呼吸なの、本当に深呼吸。ヨガは深い呼吸だけじゃないの。心の体に対する呼吸、体がいい状態の呼吸をしっかり深める状態をしてほしい。心がしっかりと安定する呼吸っていうのがあるから、それを深める。呼吸をしてほしい、体操をしてほしい。ないしは思考っていうのがね、いろいろぐちゃぐちゃになった時に、その思考をちゃんと深める、思考を深める深呼吸をしてほしいんだよね。そう、それをするっていうことが大切だよっていうことが実はヨガでは言われています。ヨガスートラとか持ってる人は、ヨガの31節とか読んでいただくと分かる、31章から読んでもらうと分かるんだけど、ちなみにどんなことを言ってるかっていうと、障害によって苦悩、失望、体の不安定さ、呼気と吸気の乱れが生じる。わけわかんないの。わかる？言ってること。超わけわかんないの。だからでもね、もういいの。もう頭の中でどんどんするわけよ。これがね、間違ってたらほんとごめんなさい。そう。でもね、俺の人生観的にそんなに間違ってはいないかなと思うので、ぜひね、みんなもなんか今日、あたいがね、お話したこと、夢の叶え方の時に、その心も体も頭も、そのワクワクする方向に行ってるかな。そのワクワクが、本当はちっこいワクワクなのか、すごくなんか人生の生きる目標みたいな感じでワクワクなのかを考えた上で、それにどういうふうに行動するかっ
で、そのちっこい悪魔ならちっこい悪魔しか来ないから、別になんかその悪魔ほっといてもいいんだけど、まあ、ちっこい悪魔もね、ケアしてあげたいなとは俺思ってるんだけど、でっかいワクワクの時にもうミカエルとか出てくる、もう4大大天使みたいなのが出てくるから、じゃそうなると4大大悪魔みたいなのが出てくるから、やっぱりそこではこうステップバイステップで自分がちゃんといろいろ考えてね、自分のこと、周りのこと、社会のこととかもね、考えながらね、未来のこととか過去のこととかね、考えながら進んでいくっていうことが大切かな。それがなんか俯瞰することかなと思って、それがなんかこうドリーム、夢を実現するために、自分自身が自分自身のこのなんか揺さぶられる感、自分の心の中からちょっとこう出るヒントをヨガはくれるんじゃないかなと思ってんだよね。そう、それがね、今日のお話でした。ためになったとか、ちょっとなんか上から見せるよね、ごめんなさい。なんかヒントになったかしら。でね、せっかくチャットじゃない、や、そのメッセンジャーにね、送ってもらったメッセージ送ってくれているじゃない。あの人は自分のそのなんか書いていただいたことをね、一回今日あたいがお話ししたことを含めて、どんな風に自分で見たらいいのかなっていうのをちょっとやってほしいんだよね。あたいはあんたじゃないからさ、適当なことはいくらでも言えんだけど、でもあたいが言ったところでさ、結局動くの誰に、あんたじゃない。あたいは嫌よ、人のために動くのって。人のためになんかヘルプはできるけど、実際主導、なんて動力、実際動くのはあんただからさ、そう。でね、恥ずかしくて書けないって人いたと思うのね。その人はさ、なんか個人的にメールもらったりして返せなかった人もいたと思うんですけど、ごめんね、ちょっと私もここにいて忙しいのよ、人間だからさ、なんか時間との戦いみたいなのあるのよ、旦那の面倒とか自分の面倒もあるからさ。だからさ、ちょっと自分でなんか考えてほしいな。でね、なんか書いておくっていうのはすごく大切。頭の中と本当に構図みたいに動いてるから、今思ってたことを書いてみると、明日には違うことを思ってたりもするんだけど、でも明日違うことを思ってるからこそ、その書いてたものを分析冷静にできるってことができるんだよね、人間は。そう。だからね、ちょっとね、書いておくってメモしておくっていうのはとっても大切で、そう。ワクワクの目標。ごめんね、今日なんかみんなのメッセージどんどん拾えなかった。もうさ、そう、ありがとう。みんなさ、なんか俺が言ったことをさ、なんかちょっとなんかヒントになったなとか、あ、これなんかキーワードかなっていうのをね、もうガン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 こう書いておいて、メッセンジャーみたいな、メッセンジャーってところにね、なんか書いておくと、結構いろんな方のシェアにもなるし、みんながそれやってくれるとね、みんながそれぞれ、あ、自分はこれフックだと思ってなかったけど、他の人がフックとか、なんかヒントのスイッチになるなと思ってる、っていう視点でも見ることができるから、ぜひね、そんな風に使っていただければなと思います。OK! 今日はこれで終わりたいと思います。皆様、新宿2丁目、風味、バーのドチンコへようこそおいでいただきました。今日はこちらで閉店いたしたいと思います。なんだこれ、なんだこれ。そう。でね、その、孔明の今日も切るわよ。OK、OK。今日の一言いくわよ、いくわよ、いくわよ、いくわよ。天使をちゃんと見定めな。OK、OK、OK。天使のね、大きさ。天使がどんな天使ちゃんなのかなっていうのを、結構見定めてあげると、それに付随して悪魔ちゃんがどんな悪魔ちゃんなのかを連れてくるから。OK?OK? 天使をしっかり見定めな。OK?OK? シティハンターみたいなね。わかる？シティハンター。なんかすごいエロ親父なんだけどさ、なんかもう決め台詞だけがかっこいいみたいな。あとなんかこう、わかるわかる。シティハンターがすんげえ古いんだよね。オッケー。なんか決め台詞だけはここみたいな。さあ行くよ、もう一回、もう最後に行くよ。天使をしっかり見定めな。オッケー、オッケー。オッケー、それでは終わりましょう。皆様、おやすみなさい。バイバイ。ブチ。